アスティ、どうもアスティです。シスマキです。今回は侵略者の家に溶岩をぶっかけようっていう企画です。めっちゃ楽しみですね。これは、左がアスティ、右がシスマキです。お、もう早速影に行こうとします。行ってますね。シスマキじゃないや、アスティは映像をここからお届けするっていう感じです。いた。来ました来ました。シスマキが、これピリジャーだっけ。うん。ひどい。侵略者に侵略してるよね。こっちの方が侵略者ね。いい映像ですね。ストレス発散したかったらこれ見てください。しかもなんかあの炎も上がってるよね。うん、木だからね、燃えやすいよ。前回も森の妖怪みたいな。そうだ、前回の森の妖怪からこの溶岩で燃やすっていう。あ、すごい、森まで燃え移ってる。すごい。そして最後はあのリーダーボスに向けて、私スマキが溶岩落として、気づいてるんでしょうか、溶岩が落ちてきてることは。どうなんだろうね。構えてるけど、狙ってはいるけど。あ、リーダー危ないよ。逃げるかな逃げるかな。死んだ。